あ、新年行きましょう。おめでとうございます。おめでとうございます、我々は今、とある某国、某所のホテルにおります。はい、我々は4日間、新年の4日間迎えるにふさわしい、偉業を成し遂げたところでございます。ございます。これからその4日間の記録をぜひ見てください。どうぞどうぞ。ゆうくんもうちょっと。はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日台湾と初日ですね。はい、昨日まあいろいろありましたが、今日はこういうね素晴らしい体制ね、体制にね、いよいよ台湾の出発ですね。今日はどこですか？今日は、台中、台中だいたい250キロ、5時間。今昼の12時過ぎなので夕方には着くかなと。でとりあえずまず何も食べてないで走りながら、なんか良さげのガソリンも一回入れなきゃいけないんだよね。いや、ガソリンは満タンにして、今満タン。250持つ？まあ、そうそう、だいぶ必要だよ、ね、途中でね。で、あとはあの今日のイベントとしては、新築市においてにゃほにゃららガールを昨日走ってみても死ぬだろう。意外と余裕ないと思うよ。はぐれたら以下の終わりだよ。100m。 はい、いや、500は OK けど、昨日の感じだと200離れるとは落ちる。はい、うん、あ、イエーイ。頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。はい、台湾どうでしょう。はい、台湾どうでしょう。スタートです。はい、どうも、マルハチです。台湾どうでしょうの旅、どうやら無事にスタートしたようですね。ここで少し、台湾とこの旅の目的について説明したいと思います。台湾は、アジア大陸の東南沿海、太平洋の西岸に位置する島嶼で、人口約2300万人、面積は約3万5980キロ平方メートルと、九州と同じくらいの大きさです。今回の旅の目的は、小籠包では決してなく、台湾を一周し、先の東日本大震災で、多大な支援をしてくれた台湾の人たちに、現地でなるだけたくさんの、シェイシェイ、を自然に言うこと、です。そして今日、第1日目は、台北を出発し、台中市に向かいます。走行距離は約250キロ。予想走行時間は約5時間。果たして、何が彼らを待ち受けているのでしょうか。あ、危ない。違う、こっちでしょ。はい、そうです。こっち上げるよ。ここ日本じゃないですよ。あ、ここバイク行っちゃいけないルートでした。あ、え、ここダメ。はい、すぐ曲がります。はい、ここダメ。はい、ダメでした。はい、ダメ。はい、はい、どうすればいい。クソ危ないっす、今な。すぐ右入っちゃおう。今捕まるところです。はい、はい、どうすればいい。とりあえず右入って避難します。あの、はい、捕まらないようにね。はい、こっち入っちゃう。早く早く、危ないからね。入っちゃう、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 止めちゃおう。止めちゃおう。ちょっとあの歩道行きたいですね。終了したよ、もう。終了した、もう終了しちゃったよ。あ、でもそこにすぐバイク君がいるから。え、バイクたちがいるからそこに合流する。めっちゃこっち見てるよ、手押ししてるから。こっからどうするの。こっからこっからどうする。こっからどうする。一回ストップ、これストップ、はい、ここ右折してみましょう。はい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 。でもこれじゃマジ脱出できないっぽいので、はい、そこがちょっとあれですね。来てるよ、来てるよ。はい、行っちゃおう行っちゃおう。行けんの？まあ右折はできるよね。
で？で、まっすぐ、もっとまっすぐ行くわ。はーい、行きますよ、まっすぐ。でね、多分ね、脱出しようとしてる、うん、スクーターの軍団がいるはずなので、うん、それを見つけて流れに乗る。え？なんかぶつかるぞ。左行くしかないんだな、ここは。じゃあ、あ、まあ左行った方が無難ですよね。南だ、南に西にとりあえず行っちゃおうぞ。じゃあちょっと影ですけど左行っちゃいますね。はい、これ影ですから。あー、はい、景色あるね、ちゃんとあるね。大丈夫大丈夫、はい、大丈夫ですか。あ、大丈夫ですか。これあ、ここ右曲がります。はい、逃げ入るね。おーおお、なんか入った。これ来たよ、これ専用道路。そう、おーおお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 で、川を渡ればなんとか1号線方面行く。やったー。おー、すごい、すごい。はい、台北駅前、駅前離脱成功。はい、脱出。あ、いやー、すごいいい風吹かせてるよ。後ろ来てますよ、見上げましょう。いや、前が詰まってます。いや、それだったら前の人のせいだから大丈夫ですよ。はいはい、オッケーオッケー。寄るよ。どうぞ。はい、ニュータイペイシティ、カムイン。はい、どんどん抜かれてます。めっちゃ速い、こいつら。だって慣れてるもん。すいません、流れ乗っていきましょうよ。これついていきましょうよ、ついていきましょう。こいつ抜かないといけないよ。はい、行っちゃいますね。右側寄せときましょう。はい、右側寄せといた方が、分かりやすい。でも右折しかできない可能性あるから、ちょっと前の中寄りでプリーズ。やばい、緊張でまだ食べれません。えへへ、いやいや、なんかこう周りに、まあ、まだ慣れてないから、ちょっと周りに気を配ってたらさ。集中してんのね。やばいみたい。まあ、りょうくんちょっとマイク遠いかもしれない。あ、いい感じ入った今。いや、いい風、本当に。風を集め。違う。旅だよ、街の元気なご挨拶。違う。なんだか、とっと疲れが出てきましたね。はい、もう俺眠いよ。早いし、気持ちよくなってきたところじゃないか。意外とね、これ、ロンティ一枚だと体温を奪われていくんだよね。それはあんたの選択。亀山方面よろしく。亀山って方面あってん、わかんない。亀山ね、ちょっと見るよ、俺地図見るよ。15秒しかないけど見るよ。グラウンドダウンするよ、8秒前から。8、7、6、はい、閉まって、5、4、3、2、はい、行くよ。じゃあ多分こうだね。やばい、若い道来るかも。ここ要注意、ここ要注意。左で右に行くかみたいな言われてるけど、左だからな。本当に？まっすぐでしょ。左景色ないでしょ。まっすぐでしょ。まっすぐだよ、まっすぐ。まっすぐで中に入ってくんだよ。専用道路みたいなのあるんじゃないの、まだ。どっか？まあ、原付についてこよう。今これ右車線にいるじゃん、多分良くない。いや大丈夫。バイクはみんな前に行くよ。いや、分かれて右行くぞ絶対これ。いや、行かないね。オーケー、分かった、まっすぐ。まあ、あとはね、最悪流れに任せよ。最悪流れよ、うん、いや、まあとりあえず左とかまっすぐね。はいはい、はい、ほら右行った。これ左行きたい、多分ほら、1と1号。いやいや、左側でも原付が走ってないよ。いや、走ってないかもしれない。いや、行った。3台行った。さあ？3台行った。
多分ね、これちょっと遠回り入ったよ、これ。はい、遠回り、どうぞよろしく。よろしく。いやまあ、神山は大物か。まあ、大物でいいんじゃないか。まあ、なんかでもさ、他の原付いっぱいあると安心感あるよね、なんか。いや、それは多分近いところ行くからでしょ、大物に。たくさんいると。ああ。いや、なんかほら、違う。俺らだけで走ってるとか、この気持ちが走っていいのかとかって思わない。あ、それね。ある。空港行きだから、空港行き。皆さん来てますか？はい、来てますよ。皆さん来てますか？はい、ああ、大丈夫ですね。なんか15メートル間隔でみんないい感じよ。あ、おばちゃん早いですね。あ、おばちゃん行きますね。おばちゃん、はいはい。あれ、面白い行き方しますね。なんだかんだ行けてるね。台北がやっぱ最大の難所なんだね。難所なんだね。帰りたくないですね、台北。とりあえず高尾と台北怖いよね、なんか行きたくないね。いや今日はね、新年だと思えないですね。そう、そうだね。あ、忘れた。あ、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。忘れたね。1月1日っていうことね。1月1日だね、もうね。あ、やっぱビブスなかなか目印になっていいな。これ分かりやすいでしょ、昭和見たら。分かりやすい、分かりやすい。いや、だって追いかけるときビブスでちょっと確認する。そうだね。あ、ガソリンスタンド 300m 先って書いてるっぽい。はい、まあ、入ります？多分入る。はい。あ、これか。あ、セルフだな、ここ。九五加满，谢谢，下次说帮我开就是开这个，帮我开，开油，开油，开，是，明白了，谢谢，非常感谢，拜拜。今 39.5km です。全然進んでないです。本当にびっくりするほど進んでなかった、今見たら。そうですよ。体力の消耗にそうしないっていうね。 39.5km ですよ。行きますか、行きますか、隊長。あ、取るのね。行きますよ。待ってね、行くよ。いいかい、りょうくん。どうぞ、ゴーゴー。リオさん、ゴーゴー。行って、ゴーゴー。もう僕たち慣れましたよ。もう僕たち慣れました。タイマーは温かく迎えてくれてます。僕らのことを温かく迎えてくれております。タイマー、どうでしょう。いいでしょう、今のところ。いいでしょう。今使わせていただきますね。あ、そうですか。今のところ、バスで行ってた。ありがとうございます。ポイント1点ですね。一人逮捕されるぐらいでもいいぐらいの。動画で行きましょうね。大体逮捕する人も前決まってますけどね。はい。これアメリカで一回止められたもんな。アメリカで止められた人、広島でぶつけた人、まあいろいろいますね。大体一人ですけどね。大体一人。ちょっとやっぱり。はい、新宿まで30km。よー。じゃあ1時間後は新宿頑張って着きましょうよ。いやいいか。でも今2時ですよ、もう。あー、そうなの。すごいね。もう2時ですよ。すごいね。3時には新宿に来たいですね。あれですね、
ちなみに新地区に行くまでの道でビンドガールが多いみたいなので、はい、かっこいいな。今から10キロほど進んだところぐらいからちょっと楽しめるんかなと、うん、思うわけであります。おー、なんかそろそろなんかそのいかがわしい看板出てきたんじゃない？多分。いや、それ勘違いですよ。勘違いですよ。それ勘違いですよ。ミスリードです。全然やめてた。あの、視界持って喋ってくださいね。疲れた。あ、じゃあ大丈夫。ほらほら、これ右、右、右、ほら、ほら、右、右、はい、ほら、これ右。子供でしたね。子供でしたか。いやー、一車線怖いですね。なかなか一かついです。一かつい人形でしたね。一かつい人形でしたね。台湾らしくていいですね。あ、ビンローガール右？めっちゃ巨乳ですよ。おい、聞いてる？あ、ビンローや！すごい、最高ですね。すごい。最高。ああいうことですよね。ああいうことですね。はい。右ビンロー、右ビンロー。はい、ノーワンゼロ。はい、不在でしたね。はい、不在でしたね。ご飯食べに行ってますね。時間時ですね。お、ビンロー、右。いや、すごいよ、これ。あ、来たね、これ。ネクワン、ビー。すごいですね。あれだね。今日はビンドウやってるとこも少ないって感じですね。まあこれ新年ですからね。お、なんかいかがわしい看板いっぱいよ。いっぱいよ、これすごいよ。来たね、ピカピカ光った、ね。はい、30キロに落とします。品質ビンドウ。いや、でも空いてないね。この右の、あの、ちょっと先のね、これ、この緑のやつね。あ、なんかそう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 、はい、これすごそうだよね。はい、なんという、はい、なんということでしょう。言葉にならない。あ、ビンローじゃない、これ右。お、すげえ。ほぼ当たる。おおおおおおおはい、やばい、ビンローの看板だけ覚えてます。橋本愛言いながら、橋本愛、ビンドウガールやってたら暑いね。暑いよね。ウィルバーどうしますか？セブンイレブンですか？セブンイレブンですね。ローカル飯じゃないの？え？ローカル飯じゃないの？ローカル飯？何でします？あの、たくさん人が並んでるとこ。でも、もう3時だからね、現地人も 食ってないんじゃないの？ローカル飯がどこにあるのかよくわからん。まず字がね、わかんないね、やっぱりね。字がね、ビンドウしかもわかんない。おう、フル充電で入ってますね。バッチリです。はい。今週。あ、台湾どうでしょう。第一夜目。後半戦頑張っていきましょう。後半戦。すぐに。ゴーゴー。忘れ物ないよね。大丈夫だと思います。まあ実質3時間走って目的の半分100キロ。そうだね。いや、あ、まあ100キロいってない。90キロ。時速30キロ。やばい感じですか。あ、快適な道になりましたね。快適ですね。気持ちがいい。いいですね。いや、快適だね。結構距離稼いでるよ。お、僕はこの人に勝ちたいな。あったよ。あ、行っちゃった。もうダメだ。はい、めっちゃいい感じで撮れてるよ。撮れてますか？撮れてますよ。いい感じですよ。なんか制覇してるって感じです、台湾を。2人して。はい。なんか信号止まらなくなりましたね、ずっとさっきから。いやね、いいですね、いいですね。いや、いいですね、風になってますよ。風になってますね。風になってますね、僕は。いや、ちょっと冷えてきましたよ。冷えてきましたよ。だいぶね。ちょっと服着たいですね、中に。舐めてね。着たいですね。まあ、火落ちてから考えましょうか。これでもまあ、感じ的にはもう一回休憩しそうな感じですね。そうだね。
あ、そんなに遠い台中。あと90キロあるよ。3時間。あと2時間じゃ無理だね。どうする、早めに今日寝て、明日、カオシンまで頑張る。そうだね。ティアンもある。台中でまあまあご飯食べに出て、で寝ると。じゃあ明日は何時に出るよって。朝なんとなく出ればいいんじゃない。朝なんとなく出る、うん、なんとなく早く出よう。だって250キロだし。でも今日のペースで行くと250キロって言ったら8時間だね。3パ24。3パ24だね。30キロかける8。やっぱり信号待ちっていうのがひどいのかね。そうだね。郊外もこんな信号多いと思わないし、長いね、信号は。長いね。長い。寒いなぁ、だいぶ寒いなぁ。これまだあるからね、距離。いやいや、台湾がこんなに寒いとは。いや、寒いね。いや、寒い寒い。あ、夕日が綺麗。夕日が綺麗です。あれだな、次のセブンイレブンだな。オッケー。うわぁ、なんかすごいね、ここね。いいね。台湾どうでしょう。暑い。ほい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 。なんかわあ、こっちから回ってきた。映ってたらいいね、今。はい、オッケー。疲れたよ。はーい。あー、なんか忙しくなってきたよ、この街の感じ。だねー。あー、なんか、はい、街来ましたね。街来たねー。いい匂いしますね、すでに。あー、もう、レインボーブリッジ。レインボーブリッジ。はい、通過します。単なる歩道橋でしたね。そう、すげえ。よくよく見れば単なる歩道橋。あ、なんか歩道橋装飾多いよ。はあ。はあ。ビエラモーテ、これラブホなのかホテルなのか何なのか分かんないね、これ。最悪はこう泊まればいいんだよね。うん、3人で。うわ、左側。お、何だあれ。夜市。夜市行く。夜市行く？あれ？声は？なんだよ。あのね、電池がないので不安になるんですよ。はい、台湾。あ、消えた。ヘイ、返事して。ヘイ、ヘイ、もう返事しろって。電池切れた。あ、俺分かった。プツーって言ったし。困ったら、マジで迷ったら、自力で台中駅の前。迷ったらね。迷ったら台中駅の前。あ、あれはあれより近いですよ。ごWi-Fi ある？ゆく地図見てもらっていい？よしよし。あ、今台北
鋼鉄高速鉄道の方に向かってるんだけど、うん、高速鉄道と、うん、高速鉄道の台北駅と違うんだ、うん、今ここか台北駅どこ。English? No. 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 Three gallon? Three gallon? Total chain? One night. 2,550. 255? 255. Chin is zero. Policeman came. Just now, caught him, didn't he?あ、2,550、7,000ぐらい、はい。なんだよ。7,500円、だから一人2,500円。一人2,500円。でももしかしたらこの計算で使うかもしれないけど。Can I see the room? ねえ、びっくりしたね。GoPro 入ってんじゃないの？やば。いいですよ。閉めた。ありがとうございました。今日。さあ、充電ですね。台湾島で小1日目、無事に台中に着くことができた3人。果たして2日目には何か、彼らを待ち受けているのでしょうか。昨日の反省を生かして早起きする3人、開店前から我々を招き入れる謎の女店主、ハッタさん。ハッタさん、こんにちは。やっと会えましたね。走れ走れ、目指す高尾まではあと少し。トイレどこ？トイレトイレ。あ、おばちゃんもトイレ？ああ、ゲイルちゃんまた会ったね。2日前も会ったね。立ちはだかる高尾のレッドリボン軍の基地に潜入、3人をかくまう謎のメキシコ人。次回、運命の前日。